耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ34。絶望感危機物語。絶望感という言葉はこの三次元世界では最も否定的な言葉の一つであると言えるでしょう。私は今絶望のどん底だという話を聞かされた時、おめでとう、よかったねと励ますことのできる人が果たしてどのくらいいるでしょう。エネルギーの次元から見れば、絶望的だという状態とは、最も覚醒エネルギーのポテンシャルが高い状態のことです。バネで言えば、その男性限界ギリギリまで引き伸ばされた、最も反発力を蓄えた理想的状態のことです。絶望とは、望みを絶たれた状態、理想の消えた状態、目標を見失った状態、であると言えるでしょう。こんな時、あなたはどこへも行くことができず、ただそこにいるでしょう。目標のないあなたには行くべき先がないからです。私もそんな絶望感を体験させていただきました。苦しさから逃れようとあらゆる可能性に手を伸ばし、晩酌がついえた時、エゴは悲鳴を上げ、絶望の淵へと落ちていきました。深い深い沼の底でエゴは身動きしなくなりました。そしてそこがこの三次元成長ゲームからの出口でした。すべての望みが絶たれたとき、すべての夢が消えたとき、すべての目標を失ったとき、エゴが動きを放棄したその時からすべてが始まりました。覚醒ゲームの始まりです。謎解きゲームの始まりです。進歩、発展、向上という三次元成長ゲームとは、自我の成長ゲームでした。覚醒ゲーム、謎解きゲームとは、自我の対価のゲームであるとも言えるでしょう。そんな夢ある絶望的状態を体験し始める人たちが、今、増え続けてきました。このメッセージの読者の全員が、そんな理想的絶望感を、すでに体験し終えている人たちかもしれません。しかし、せっかくのゲームを長引かせたいのか、苦しみや困難の中で、この後半のゲームを遊んでいる方々が多く見られます。いやー、よくわからないという言葉とお友達になっている方々です。うーむ、難しいという言葉の好きな方々です。簡単にうまくいくはずがないという確信を持っている方々のことです。現に、今、あなたが難しいという考え方を持っているとしたら、おそらく、これまでの覚醒への道のりは、高く険しいものだったに違いありません。あなたの難しいという考え方があなたの今を作っているからです。そしてあなたは自ら作り出した難しかったという体験から真実難しかったという学びを深め、その本当に難しいという新たな思いがさらに未来へ険しい道を築きます。あなたは過去の体験から出られなくなっているわけです。楽をして儲かるはずがないという考え方を親から教育されたあなたは、安易な儲け話に乗って大損をした体験を味わったことがあるはずです。そんなあなたは、やっぱり親の言うことは正しかった、うまい話には気をつけようと自分の正しさを確信します。自分の思いが損を引き寄せたのだとは気づけません。こうして先人の信念を未来へと受け継いでいくわけです。教育と称して失敗の知識を蓄積し続けてきました。戦争の失敗を学んだ者は、その知識により何とか戦争を避けようと争いごとに意識がフォーカスし続けます。そしてまた争うという同じ体験を引きつけて、失敗を後輩への遺産として受け渡ししていきました。過去の恐怖を後世へ残すとは、過去の体験を未来へ確実に誘導しているに過ぎません。あなたは今その考え方を変える力を持っています。難しいという思いを簡単に行くという思いに切り替えることができるのは今です。あなたはこれまで今ある力を使おうとしてこなかっただけです。あなたは過去からの経験を気軽に口に出します。悟りは難しいと無造作に無意識的に、そうすることによって自分が未来を想像し続けているということに気づかないままに、過去を知り
未来へ生かせとあなたは教わってきたかもしれません。過去の体験にのっとって、今、あなたは考えます。あなたは、計画を立てるとき、過去を参考にすることでしょう。あなたは、過去を未来へ投影して生きているわけです。すなわち、未来が、過去の延長線上にあるのはこのためです。直線的時間を作り出しているのは、あなたのこの習慣です。今しかない、この永遠の今の連続である宇宙の中に、連続的、直線的時間の体験を生み出してきたのはあなたなのです。宇宙に、時間と空間があるわけではないのです。あなたの想念の中にしか存在しなかった時間と空間を、こうして、あなたは体験可能としてきたわけです。あなたは、毎瞬、毎瞬、やってくる未来を想像する、今、ある力を使うことを忘れ、せっせと、過去の体験から未来を計画していきます。計画する行為は、あなたを、過去の延長線に釘付けにします。もし創造主に戻りたければ、計画を立てるという行為を即刻やめることです。計画とは、今使えるあなたの未来を想像するパワーを、ドブに捨てる行為です。計画とは、自我を成長させるには、とても有効な手段でした。あなたがこれまで蓄積してきたすべての学びを、一つずつ手放していくことによって、加速度的に、悟りのゲームは容易になってくることでしょう。では、その始まりはどうだったのでしょうか。難しいという最初の体験を作り出すための想念は、一体どこから来たのでしょう。はじめは、あなたは、ゲームの考案者、ゲームマスターでした。ゲームマスターとは、自分の体験したいゲームを想像する人のことです。何でも瞬間に分かってしまう創造主であったあなたが、当初思ったことはこうでした。わからないという状態はどんな感覚だろう。混乱するという体験ができるなら、きっとわかったという大きな喜びが体験できるはずだ。だが待てよ、一体どうしたら難解なゲームを組み立てられるだろう。まず生まれ出る時に過去の記憶を閉ざしてしまおう。だがそれだけだったらすぐにゲームは終わってしまうだろう。もっと難しくする仕組みが必要だ。脳細胞は 5% だけ使えるように設計しておこう。私なら 5% だけの頭脳を使い学び続ければやがてそう長い時間を必要とせずにゲームは終焉するだろう。永遠に続けられるようなゲームにするにはどうすればいいのか。頭の良すぎたあなたは考え続けました。簡単なはずがないという考えをはじめに植え付けておけばどうだろう。簡単な方法は危険であるという信念を持てば、自ら複雑な道を難解な方向へと迷路に迷い込んでいくはずだ。楽をして儲かるはずがないという信念を持たせてしまえば、きっと苦難を好んで引き受けていくはずだ。これは使えそうだ。だが待てよ、これではひょっとして、永久の迷路から出られなくなってしまう危険も考えられる。そうだ、出口への案内をどこかに設けておく必要があるだろう。絶望感というのはどうだろう。そうだ、絶望状態まで行った時、表面意識が内なる潜在意識へ入り込み、そこで覚醒ゲームへと切り替えるスイッチが入るようにデザインしてみよう。今のあなたにこんな感覚はありませんか。悟りはとても簡単ですと言うと、そんな簡単な方法があるのなら、これまで苦労はしてこなかった。そんな簡単な方法は、きっと罠に違いないという思いです。300万円払ったら悟りを開けるのだけど、やってみない?と言われたら、あなたはうさんくさい話だと感じるのではないでしょうか。ですから、あなたに、悟りの道は簡単だとお伝えすることの難しさを感じてしまいます。簡単な道ではないのですよと言った方が、きっと信じてやってみようと思うはずです。だから、あなたは、依然として、簡単ではないという思いを発し、簡単な道ではないという現実を想像し続けるのです。今、あなたには、自分を変える力があります。静かに目を閉じ、第三の目に、あなたの意識を集中してください。閉じたあなたの両眼で、自分の第三の目を凝視してください。3分も経てば、
あなたの眉間がムズムズしてくるのを感じることでしょう。もし何も感じない方は、ムズムズしてきたと思ってください。そして、心の中で、自らの記憶を呼び覚ますつもりでこう言ってください。悟りの道は簡単である。覚醒は、万人に約束された道である。神へと帰り着く道は、その始まりの時に交わされた唯一確実な契約である。私は目覚める。最も容易な道を選びながら。私は存在である。私は神である。私はすべてを知っている。ゲームマスターとは、100% 第三の目が活性化した人のことです。その状態での想像と、想像は、同じことを意味します。あなたは、自分の想念を使って、想像力を使って、自分を変える力を与えられています。このゲームの出口は、今、ここにあります。あなたの意識が、この瞬間から動かなくなったとき、自分が、もともと何者であったのかを思い出すでしょう。あなたは、創造の神として、このゲームを創造しました。最初に地上に生まれてた魂に、あなたは、神としてこう伝えました。この世界は、複雑回帰で神秘に満ち溢れた世界なのだと。ここが、わけのわからない、複雑な世界なのだという世界観を受け入れた人類は、その日から、摩訶不思議な神秘を体験し始めました。自らの想念によって。こうして、我々人類は、長い長い永遠の神秘ゲームを、自らの力で、複雑に、難解に、想像し続けてきました。世界観は、あなたが作るものです。もう、世界はどうなっているのだと問いかけるのはやめましょう。あなたが好きなように想像してください。その時、あなたは、自分の想像通りの世界であった確証を集め始めることでしょう。もし、あなたが、このゲームを、そろそろ終わりにしてみようと考えるのでしたら、この瞬間まで信じていた全ての世界観をドブに捨て、あなたの想像できる限りのシンプルな世界を想像してみてはいかがでしょう。あなたは、スゴロクのような単純なゲームの中で、シンプルに、上がりに向けて歩んでいくことができるでしょう。